はい、こんにちは。中1英語聞き流し。えー、今日はね、えー、人に命令するときにね、呼びかけが入る場合っていうのをやってみましょう。えー、文章はね、えー、昨日やった文章に、えー、呼びかけが入ってる場合です。えー、じゃあ早速やってみましょう。さあ、毎日英語を勉強しなさい、ケンっていうときね、ケンに向かっているときにはどういうふうに言うかっていうと、スタ u d イングレーシ s h e v e ケンっていうんですよ。で、ここに、えー、まあ、書くときにはこれコンマ入れるんでね。 study english everyday can というふうに言うわけですはい四回やってみましょう study english everyday can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 , english, everyday can. じゃあね最初に m e ドアを開けなさいっていう時にねこれね m e オープンザドアっていうわけです m e オープンザドアっていうわけですこの MEG の後にもやっぱコンマが入ります メグ、オープンザドア。っていうね。さあ、4回言ってみましょう。メグ、オープンザドア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 。e n the door さあ、立ちなさい、皆さん。stand up, everyone.stand up, everyone. ね、まあ。コンマつけて、everyone ね。さあ、じゃあ4回言ってみましょう。stand up, everyone.stand up, everyone.stand up, everyone. Stand up, everyone. Stand up, everyone.

えー、なになしなさいという文にしましょう。で、必ず名前が書いてあります。ジム入れます。You swim in the river. ね、これを川で泳ぎなさい、ジム。ね。swim in the river, ジム。というわけです。swim in the river, ジム。というわけです。さあ、4回言ってみましょう。swim in the river, ジ m 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 さあ、you go to the park. で、ティム。 公園行きなさい、ティーム。Go to the park, team ですね。さあ、4回行ってみましょう。Go to the park, team.Go to the park, team.Go to the park, team.Go to, team. to the park, team. さあ、You run f a s t さあ、高橋つけて。早く走れ、高橋って言ってるわけですね。r u n first, 高橋。r u n first, 高橋っていうわけです。さあ、4回行きます。r u n first, 高橋。 Run fast, 高橋 .Run fast, 高橋 .Run fast, 高橋さあ、so、you read the book, Amy. その本読みなさい Amy. っていう時ね。Read the book, Amy.So, 4回いきましょう。Read the book, Amy.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 So, じゃあ、日本語と英語ね。えー、まあ、1回ずつやってみましょう。 毎日英語を勉強しなさい、Ken.Study English everyday,Ken.Meg, ドア開けなさい。Meg, open the door. 立ちなさい、みなさん。Stand up, everyone.Bob, 放課後野球をやりなさい。Bob, play baseball after school. 川で泳ぎなさい、ジム。Swimming the river, i m 公園行きなさい、e a ム。Go to the park, Team 早く走りなさい、高橋。Run fast, 高橋。その本を読みなさい、エミ y l e a d the book, エミ y、ね、さあ、じゃあ全部英語通しで言っていきますから。なんちゃら誰誰。っていう感じのね。誰誰。なんちゃらっていうその命令文のね、えー、雰囲気っていうのをね、えー、自分のものにしていってください。start English every day, Ken.Meg, open the door.stand up, everyone.Bob, プレイベースボールアットスクール。スイミンザリバージン。ゴートゥザパークティーム。ランファーストタカハシ。リーザブックエミー。これが、えー、人に呼びかけながら命令する場合です。明日はね、もうちょっと丁寧にね、えー、しなさいじゃなくてしてくださいっていうね、プリーズの命令文をやってみましょう。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。